寝台4日目ドラマを起こします。メカカスのヤーマンです。前回のこちらの動画見ていただけたでしょうか。車のエンジンがぶっ壊れてどうしても資金が必要だということで天出寺前半戦戦国乙女打っていったんですけれども、ダッシュをなんと3回取りまして、ほぼほぼプラマイゼロまで持っていくことができました。現状約3800発、投資1万6000円となっております。ここからは319、一か八かの戦い。噂では、今ある機種で一番速いらしい。あのジャギでさえ俺は速いと思っているよ。あれよりは速いらしい。実際時速7万発、8万発、9万発言うけど、1時間続いたことありませんから。30分でいい。いや、15分でいい。3万発ください。3万発あれば、明日僕、ディーラーに車のエンジン持っていけるんです。車がぶっ壊れて前回からリュックで来ております。エンジンを直させてください。神様、仏様、視聴者様、気合を込めた後半戦。メカカスタ、入金。何事もなく登れました。当たるまで行くぜ、ガッチャマン。バードミサイル打ち込め。彼の化け物だと我慢できねえ。バードミサイルをぶち込んでやるぜ。バードミサイルは南部博士の許可だ。分かってるよ。だがだけ一回だけでいいんだ。あの一回だけ。やったから。ちょっと待って、一回だけでいいんだ。ちょっと待って、固いこと言わずに。ちょっと待って、僕が来るんですけど。ダメなものだ。いいじゃないの。ダメだよ。こんなに頼んでるのにダメって言うの。あれにしか聞こえない。一回だけだぞ、ショウ。よし、俺に任せておけ。お願い、一回だけでいいか。間違って当たって当たるわけよ。相変わらず効き目のないミサイルだ。なんだよこの椅子、やべえだ。俺の背中には亡くなった乙女たちの弾もあるんだ。それでいいからやらせてくれ。オレーヒッター。ディメンション反応だ。レベル4まで来た。で、3欲しい。よし、これは行く。竜巻ファイター初めてだよ、これ。これ熱いだろ。欲しい、レベル5。これ熱いって。レベル段階がまずわからない。タイトルも赤。せめて赤穂になってほしい。ここは行く。もう一人、せめてもう一人。ヤーマンでもいい。いやー、よし、いった。ここからが本当のスタートだ。ガッチャマン来たよ。さらにこれ逃げば、すごい熱い。これは熱い。最強リーチじゃない？これ最強リーチだろ。
ほらヤーマン。俺の諭吉を守ってくれ再び。スペースナイスの名にかけて平和にあだなす者を許しはしない。この世に悪のある限り正義の怒りが俺を呼ぶ。たった一つの命を捨てて生まれ変わった不死身の体。ある時は5つ、ある時は1つ、実体を見せずに忍び寄る白い草。そんな忘れていくのが勝算。どのような愛が訪れやすい。さあ最終決戦、最強リーチ、いそう。ずっとこの胸に赤い光線、ラッキーファイター。変わっちまい、変わっていいのかよ。おい、一気に期待が高まる。火の鳥、火の鳥。諦めない意志がある限り俺たちは必ず救いの手を差し伸べる。さあ俺は当たりが欲しい。メガカスタム、ふざけんなよ。は？諦めてないよ。諦めてない。なんでだ。この台なんで当たるんですか。4枚目。玉の吸い込みが最速なんじゃないですか。一体どうなってんだよこの台。何が最速の8万発だよ。出玉だけがなくなっていくんだけど。最近の先読みカスタムとか 3D オンオフのカスタムしかないから、一昔前のパチンコみたいに永遠と煽り続ける。何が熱いかわからない。最強リーチですら外れるんだよ。俺の好きだったあのアマデジの ST5 回転でリーチになったら当たりのサミーのガッチャマン、あれを返してくれよ。現在投資戦国乙女の力を借りた持ち玉も消滅して4万円。もう交換のことを考えたら万発じゃ済まないです。俺もう明日のディーラーエンジン直しに行けねえぞこのままだと。もうここまで来たらやるしかねえよな。当たりのない下ネタみたいな外れ2回の動画なんかで終わらせられるわけねえよな。時速8万発経験するまでは絶対にやめねえからな。俺の財布の諭吉がなくなってパチンコが打てなくなっても、俺はお前を絶対に許さない。俺はこれ後どんなことがあっても絶対に諦めない。気合を込めたメガカスタム。どうしてこうなったの。わー、もうわかんない。それ当たってくれ。テックセッター、これ全員揃うんじゃない。変身、これ変化してるけど行くよな。これ行くんじゃないか。まだ行くのも行くことない。行った。なに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 これ。今日もそりゃガッチャマンなのか。カモン、僕が行く。たった一つの命を捨てて。二刀流はもう信じてないのよ。カモン、死ぬ。行くよね。させるか。もう一丁行く。もう一人いったら最強リーチ。トリマーフォー、いった。ついに諦めるよ。最強リーチ、私は絶対に諦めない。頼む、俺の諭吉を守ってくれ。もう何枚入れたかわからない。約1000回転回して2回目です。
この保留が俺の中ではあったか金に変われば当たると思う。いそうこっちよ、破壊構成よし、これで勝負これで勝負俺たちは必ず救いの手を。俺は諦めない。1278回転、投資も分かりませんかも。は？いや嘘だよ、さすがにキーは外さないよ。これ外れたら壊れてるよ。はあ？マジで言ってる？いやこれ壊れてるよね。何で当たるの？諦めないものに手を差し伸べるんじゃないんですか。7章こりゃねえよ。みんなさ、パチンコなんてしちゃダメだよ。パチンコなんてしたらさ、俺みたいになるよ。なんだよあのキーホリル、あれで外れるなら何で当たるんだよ。俺は諦めなきゃ救うって言ったじゃねえかよ、バカ野郎。パチンコなんてもうやんない方がいいよ。何がわらしめだよ。もう7万円なくなってるんだよ。明日のエンジンもクレジットでなんとかするしかねえじゃねえかよ。それでも俺を諦めない。銀行で3万円下ろしてきた。なんとか明日オイル交換だけで済みましたっていうことを祈ってます。頼む神様、仏様、視聴者様、なんとかこの3万円で10万円以内にお願いします。テックランタン10万円ハンマー持ってこい。もう時刻は9時5分、こいつなら8万発で間に合うから。なんでだよ、なんてこうなるんだよ。10万円だった。どうすればいい。一回外出ます。閉店約1時、なんてこうなんだよ。10万溶けた。当たりのない動画になったらどうする。死んない動画なのにラッシュの動画を見せれないって。クソや、やるしかないよな。これで最後まで当たりいけなかったも高評価とコメントくれるか。生き様見せ、それでも許してくれよ。コンビニに行く。もう知らねえよ。もう今日が当たればそれでいいんだから。それがパチンだった。こいつならまだ回ってるんだ。ごちそうさまでした。当たらなかったことは一回もいない。いきなり今カットインの9文字で全てを諦めないって出たんだけど、諦めてないよ俺。行きますよ。小ゼロだけど来る。いやまだ何も信じちゃダメ。この台で信じちゃダメ。いやでも信じちゃダメ。私は私の可能性を信じたい。私が踏んだけどきっと世界に戻れない。初の劇場版。やめてください南部博士。バードゴー、もう何を言っても無駄だ。バードゴー、あれあれ、あなたは世界を、人類を守るために科学忍者隊を結成したはずだ。ゆっくりさせて。パチンコは出たんだろ。何？以前のあなたは正しかったはずだ。11枚なくなってるんです、こっちは。変われ、変わんない。いやもう金、金でももう関係ないんだから。ピトリ、ふざけんなよマジで。1834回転、銀河トイレ全てを諦めないと。正義を見失うな。そうだ、正義を見失うな。バカ野郎マジでよ、もうぶっ壊してやるて。
もう人生終わったわ。俺はまだ諦めてねえからな。こんなこと、エヴァの2000ドラヤがハマった以来、定点まで一回も当たらないなってことあるの？昨日の最終ゲーム2400以上当たってない。何が時速8万発だよ。当たんなきゃ時速ゼロじゃねえかよ。何が時速8万発だよ。時速ゼロ発じゃねえかよ。お前ら騙されるな。パチンコなんてこんなもんだ。キーホルダー外した瞬間に俺もうなんかされてると思ったぞ。閉店までね、一回も当たんなかったのは初めてだからな。俺の金が、俺の行き地が、どうすればいいんだよ。俺のクマがもう動かない。俺ももう動かない。人生終わった。マジでなんだか辛すぎて笑いが出てくる。これが境地なのか。一回も天の方が出るじゃねえか。大変申し訳ございませんでした。取り乱しました。本日の結果なんですけれども、まずガチャマンの大当たりシーンを見せることができなくて本当に申し訳ございません。無理です。心が折れました。俺はどうしたらいいんだ。投資11万2000円、回収ゼロ、大当たりもゼロ、時速ゼロ発でした。最大値段20玉って書いてありました。こんな目がかすの動画でも最後にお情けをいただけるなら、チャンネル登録と高評価、まだ応援してくださる方がいたらコメントもぜひお願いします。みんなの高評価が多かったらまたパチンコ続けようと思います。まだ出してない動画もあるので、もしかしたらそれは出すかもしれないですけど、もう俺パチンコ怖い。みんなも気をつけて。ではまた、さようなら。